聖なる霧に包まれた時のあの感覚。暖かくて安心で、まるで全てから守ってくれるかのような。皆さん、勝ちましょう。その後なら何でも直して差し上げますわ。服でも髪でも、壊れた魂でも。あの方がこのハサミで私のドレスを仕立ててくれました。 これからは変わったものを切ることになりそうですね。ビエゴ、あの方はあなたを忘れていません。そして私はあなたを許していません。セーナ、あなたにも霧が。善とも悪ともつかない不思議な霧。人形だった頃から戦ってみたかったの。 これは潜在一遇の後期ですね。あの崖の向こうにあるのは山ですね。ずっと間近で見てみたいと思っていたの。あなたも苦しんだのでしょうね。でも、これ以上犠牲者は出させません。ハサミも針も糸も、私を作った方のもの、無駄にはいたしません。 はぎれでも素敵なものは作れます。私も何かのお役に立てるでしょう。ああ、もうダメかと思いました。まだ大丈夫。まだ生きている。あら、何か声が。くたばる。私じゃありませんよ。鎖とランタン。大噂は金がね。それもここで終わりです。 なんて不思議な素晴らしい世界。このままずっと残さなくては。この追い風の心地よさ、失いたくありません。決して。シュリーマの方、砂漠のお話をしてください。私が勝ってから。ううまだやれます。あの方、そしてみんなのために。 ハサミを研いでくれる大きなお羊さんまるで夢みたいです。舞台、そして声、それがあなたの全てなのですか山が離していますわ。崩れる時には何て言うのでしょうか。ベイン、あなたのその怒り、誰があなたを傷つけたのです ヨリック、本当のあなたは、見た目ほど怖くない気がします。古き良き時代のように、単純、明快、そして予測不能綺麗な刃ですね、イデリア。このハサミも負けませんよ。素敵なお声ね、セラフィーン。でもそれだけではダメなのです。 あちらもやる気のようですが、私にかなうものですか。ここにいるとやる気が出てきます。全力を尽くさねば失礼でしょう。ルシアン、黒き霧に立ち向かう、その腕前を拝見しましょう。<laughs> 諦めません。決して、絶対に。痛みから逃げないで、ラックス。 次は自分を貫いて。オーンさん、もしもし、眠っているのですかシュリーマの戦士はもっと強いと思っていましたが。ラックス、なぜ苦しみを隠して微笑むのですかあの塔は硬そうですね。切り倒すのが楽しみ。 手も足も自由に動かせるなんて、まだ信じられません。何でもしてみましょう。これまで決してできなかったことを。正しいことを行うためなら、いくらでも針を折りましょう。生きるのは大変ですが、だからこそ素敵なのでしょう。昔覚えたコツに、少しひねりを加えましたの。 ちょっと戻って道具を取ってきます。待っていてくださいね。安やその着物は、どうにかしましょう。私の作り手、どこかで幸せでいますように。死を望む狂乱、一体なぜなのですか夢見ていたよりも素敵。決して忘れません。 行きすぎですねベイン、怒りで狙いが定まりませんでしたね。お気の毒に内側が壊れているのね。ここで作ろう記憶が私を作るのです。私を止める気のようですが、そうはさせません。なんだか嬉しそうでしたね。 おかしな方。私の戦いを、あの方にも見せたかった。セいな、心が乱れすぎていますね。皆を黒き霧から守ります。必ず。ああ、なんて清々しい空気。リベン、砕けた剣では勝てませんよ。 味方の皆様にも楽しんでいただきましょう。<laughs> チョキでもグーに勝てるのです。もっと大変なことも切り抜けてきたのです。このドレスが言うのです。微笑みなさいと。お立ちなさい。聞きたいことがあるのです。あなたの乙女は誰だったのですか 風が落ち着きましたね。倒しましたわ。慣れてきました。一歩一歩を意味あるものにしなくては。なぜ砕けた剣にこだわるのですか刃物は量より質なのですよ。 未来は自分で決めるのです。息を整えなきゃ。ダメ約束したの。時を無駄にしてはなりません。狙いを外しすぎましたね。思い立ったが吉日です。生を実感しますね さて、どうしましょう。もう誰も傷つけさせません。これがお裁縫のコツです。やった倒しました <laughs> おバカさん。お寒い冗談ですこと。素早く、力強く まだ、戦える。あの方も喜んでくれます。これはもう直せませんね。戦い日和ですね。これで破滅は終わりです。ハサミも使いようです。闇にお帰りなさい。 努力は報われるもの。私の番ですね。休む暇はありません。先手必勝です。仕立て屋をお探し怖くなんてありません。お邪魔していいかしら結構ですわね。 行きましょう。ちょっと切りますね。なんて楽しい。ほつれていますわ。あの方がついています。いつでもどうぞ。ときめきますね。手加減はしません。 いつでもどうぞ最高です <laughs> まあ、嬉しいやむを得ません喜んでバッサリ行きましょう

ッッッッそれでは。